落井駅は山梨県西八代郡市川三里町を地居にある東海旅客鉄道見延線の駅である。単式ホーム一面一線のみを有する地上駅。線路は南西から北東に走ってよりホームは線路の北西側に設けられている。この駅は開業当初からの無人駅であるので駅舎はなくホームから外に出る際には ホームのカジカザワ口方の端付近から脇に階段が降りているのでこれを使う。ホームの上には独立したトイレが一棟、木造の待合所が一棟設けられているが、自動券売機等は設置されていないので、当駅で切符を購入することはできない。身延駅管理。当駅とカジカザワ口駅との間にある、割石トンネルは割石峠の下をくぐるもので、840.4メートルの 長さがある。山田川に沿って民家が散在する中にある駅である。駅付近では山梨県道9号市川三里見延線がこの山田川に沿って走っており、山田川は海岩間駅の西300メートルほどのところで藤川に合流している。藤川は落ち井駅から見ると北西1キロメートルの峠を越した場所を流れている。駅を出てすぐのところにあるのが 光武寺踏切であるが、この踏切を渡りすぐのところに、総当州滝沢山、光武寺の山門がある。県道から光武寺に向かう山道の途中に、身延線の線路が、走り落ち巨駅が設けられていることになる。駅の北東300メートルほどのところにある山田の集落で、毎年1月14日の道祖震災に伴って、行われる山田の神楽寺市は、 古く、京都から持ち帰られたものと伝わり、山梨県指定の無形民族文化財に指定されている。山梨県道9号市川三里美信線沿いに、落ち駅入口バス停がある。市川三里町コミュニティバスが運行している。ありがとうございます。